平山聖祭平山聖祭明治23年5月22日は、江戸時代末期の爆心、明治時代の浸透家。本生は苦労家。名は吉忠田田、字は安民、通称は健次郎。号は聖祭、祖三同人。関東は十五位下図書頭。子に、城之助、養子に、平山茂信。道の区国見春藩主苦労家活演祭の子。 二十歳の時江戸に出て、おじで、奥遊日つくみ頭の竹村七材門宅に寄宿し、浅香盆斎に指示し、漢学や国学を学んだ。嘉永三年小普請、平山玄太郎の養子氏となり、家督を継ぐ。翌年留め付けとなる。安政元年ペリーが再来校した時応接係となった。この時、米韓から出て、川崎近辺を徘徊していた上院。 ビッティンガーを追跡しこれを創刊した。また同年、正木江戸をがかり堀敏博士に従って、道の区国民マヤに、滞在の折に、急遽函,函館へ出張して、遊北域協定を迫るペリーの主張に対して不当、して、これを退けた。翌安政2年下田表御用を称されて、金2枚を呼び、自腹二重ねを受けく 安政四年万所調べ書設置の勤労を称された。同年、貿易事項取り調べのため長崎奉行、水野忠則らに従い、長崎へと赴いて、日露追加条約を審議した。だが、将軍軽視問題では一つ橋派とされたため、安政五年、安政の大国で免職となり、錆替えを命ぜられた。しかし、慶応元年二の丸ルすきょより、目付となり、翌慶応二年、 第二次徴収政党において、老中、小笠原おさの焦燥工陣営にあって、小倉藩からの延兵の要求を、時期は、すでに一したとして却下したため、小倉上落城を招いてしまう。後に、将軍、徳川義信の側近として、これを補佐した。将軍名代として、熱海に悲観中のフランス仏講師ロッシュを訪ね、大阪城中における、 円幕単独会見の要求及び徳川秋田家のパリ万博派遣を告げた。慶応三年若年寄並県大外国総武行となるが慶応四年のとば、伏見の戦いで幕軍が惨敗した後、殺長勢力に対し強行論を主張したために免職となり、筆則の処分を受けてしまう。明治維新後は吉信に従って静岡に移ったが、その後は浸透家として、 活動を開始、明治5年に共同職となり、明治8年、日枝神社士官、翌年には、日川神社大宮市となった。明治12年に大政協会を結集してノりナとなった。明治15年、敬神愛国を唱える、神道大政派として独立し、初代官長となった。また、三竹教の別派独立に際してその官長を兼ねた。著書に、平山制裁移行賞がある。 ありがとうございます。